ブチューバーのさくらすにゃです。おはようございます。今日は久しぶりにノベルゲームコレクションさんからゲームをダウンロードしました。概要欄に URL 載せてます。トーキンゆかりということで、ゆかりちゃんというね女の子だと思うんですけど、放課後クラスメートとおしゃべりしますか、そのまま帰りますか、ということで女の子とこのものをお話ししていくゲームです。よろしくお願いします。結構ねたくさんお話できると聞いてます。15分くらいで終わるそうなんですけど、まずは試してみましょう。実況プレイ動画が好きな方いらっしゃい、 VTuber のさくらさにゃです。待って、広告つけていい？ポケモンが好きな方いらっしゃいませ、来てくれてありがとう。チケットがちょこちょこあるんだけど、期限が近いのどれだろう。とりあえず100ポイントかも。皆さんもよかったら概要欄にあるリンクからイベント専用ギフトを広告福引きしていただければと思います。ではゲームやっていきましょう。触れるのはこの子だけかな。話す。かわいい。一条ゆかりさん。まだ帰りませんの？まだ帰らない。でしたら少しお話でもいかが？お嬢様だね。ちょっと話す。うん。よろしくお願いしますわ。聞きたいことはありますか？ちょっと失礼なところもあるね。好物は？好きな食べ物はプリンですわ。いいね、タンパク質。聞きたいことありますか？趣味。おしゃべりすることですわ。おー、めっちゃシンプル。身長。161センチ。私162センチだったり3センチだったりします。なんか測るときによって違うんだよね。同じくらいだね、ゆかりちゃん。聞きたいことありますか？幻滅されてる。そうだよね。いや、ほんと体重聞いてくる人とかいるけどさ、体重じゃわかんないよ、とも。ほんとに。筋肉ある人の方が重いし、当然。あ、違う違う、バスト。バスト行ったら、スクールバス？すごいね。私もこうやって行ってこ。部活動は茶道部ですわ。私も茶道部やってました。もう草の使い方とか全然覚えてないけど、結構あるんだね。校則について。明日のテスト。3の道とは、好きな人、将来の道、お家の話、どれがいいかな。校則。ルールは守るものですわ。これね、なんでやり始めたかっていうと、なんか同じサクサさんの同じ感じのゲーム、こう女の子と話すゲームで新作が出てたんです。今週だと思う、トップに載ってたから。で、やりたいなと思ったんだけど、まずこのゆかりちゃんをそもそもやってないから、ゆかりちゃんからやろうかなって思った次第です。明日のテスト。漢字テストとか？テスト？なんで？体重とテストはダメなんだ。茶の道とは？美味しいお茶を飲む方ですわ。そうだね。好きな人。いませんわ。これは、いると思う。いると思う。誰かな？もちろんお嫁さんですわ。そうなんだ。お嫁さんになりたいって人はもう全然聞かないけどな。お嫁さん、お嫁さんか。
嫁になれればいいってわけでもないな。私の感覚はお家の話。パパは何かの経営をしていますわ。お父様のことあんまり知らないの、あなた。ゆかりちゃん、聞いといた方がいいよ。お父さんの業界がやばいとかすごく好調とか知っといた方がいいよ。今度は私から質問させていただきますわ。あなたは高校卒業したらどうしますの？高校卒業してやってみたかったこと、就職してみたかったな。なんかね、郵便局とか結構入れるらしいんだよね。私は進学しました。就職にしてみよう。素晴らしい。早く経験値を積み、稼ぐことはいいことだってパパが言ってましたわ。では次の質問ですわ。学校生活は楽しめていますか？普通だったな。なんか学校外でも楽しいことあったし、学校も別に何だろう、やたらつまらないとかいうわけじゃなくてって感じだったな。面白い時は面白いし、つまらない時はつまらなかったな。どうしよう。でもやっぱ楽しいにしておこうかな。ちょっと待って、これゆかりちゃんさ、触れる？そうだよね、プニプニめっちゃ可愛いゆかりちゃんね、可愛いな、プニプニってこのゲームさ、不思議でしょ。なんかね、スマホサイズなんだよね。聞きたいこと、くすぐったいでしょ。あ、泣いちゃった。かわいいね。おっとっと、なんのおっとっとなの。あ、待って、やばい、質問さっき就職って答えて、楽しいにしようとしたんだ。楽しいに越したことはありませんわ。来てくれた方ありがとう。卒業まで一緒に楽しみましょう。それでは最後の質問ですわ。学生のうちにやりたいことはありますか？学生のうちにやりたいこと、今思えばなんだろうな。ゲームかな。なんかね、学生の頃全然ゲームしなかったんでね、私。だから遊びかな。ちょっと勉強になるけど、遊びいいですわね。私も今のうちにたくさん遊びたいですわ。いつか一緒に遊びに行きましょう。すごい積極的、ゆかりちゃん、ありがとう。そろそろ帰りましょうか。お話できてよかったですわ。さようなら。ちょっと待って、さようなら、また明日ですわ。なるほどね、ちょっと待ってか、帰るんでしょうか。また明日ですわ。あ、帰っちゃうとエンドなのね。まだ帰りませんの？そろそろ帰る。あ、そうなんだ。BGM がいいよね。なんか学校ってさ、あったよね、すごい。こういうなんかスクリーン、ミニスクリーンみたいなのとかさ、この裏側のテレビね、懐かしい。小学校だけだったけど、テレビがあったの。プロジェクターがついてました、うちの中高は。まだ帰りませんの？まだ帰らない。やっぱり帰る。あー、やっぱ全部帰るにするとゲームが終わっちゃうんだ。まだ帰らないで、ちょっと話すっけ。この辺聞いたから、どうしよう、進学パターン行きましょう。おー、何かやりたいことがあるのですね。進学先での経験は大切なものですわ。それでは次の質問ですわ。学校生活は楽しめていますか？さっきなんだっけ、楽しいにしてもつまらない。そうですか。何か悩みがあるのでしたら
私が相談に乗りますわ。それでは最後の質問ですわ。学生のうちにやりたいことありますか？なんかさ、告白してほしいのがあれなんだよね、多分。勉強。この子さ、勉強嫌いなのかな？なんかそんな感じしない？ゆかりちゃん。勉強って何ですの？食べられますの？そんなに嫌いなんだ。ちょっと待って。何でしょう？こんなに選択肢出る？話せてすごく嬉しいかな。プンプン、笑って、わっ、楽しい、てんてんてん。また明日。ちょっと待って。来てくれた方ありがとう。なんだろう、すごく嬉しいかな。泣いちゃうの、ごめん。ゆかり、ごめん。なんでしょう。プンプン。プンプンですわ。めっちゃこの顔好き。かわいい。かわいいな。スクショ撮っちゃおう。オッケー。かわいい。なんでしょう。笑って。ニコ。いいね。あら、びっくり。悲しい。このゆかりちゃんにさ、いろんな表情させることができるってこと？ちょっと待ってて。じゃあ告白なのかな？でも表情、また明日。これで、これが普通のエンドなのかな？告白してみようか。てか学校で告白されたことある？しないんだよね。なんかメールとかだった。てか対面とメール？学外で。学校で告白ってなったらさ、なんか嫌じゃない？同級生とかいる？どうしようかな。先のことは分かりませんよね。あなたが夢を持っているのならば、それを追いかけるのも素敵ですわ。では次の質問ですわ。上から2つやった気がする。微妙。ほう。学校生活はたったの3年。すぐに次のステージに進みますわ。それでは最後の質問ですわ。学生のうちにやりたいことはありますか？告白ね。これで告白。おお。そんなお相手がいるなんて、意外とおませさんですのね。ゆかりちゃん、かわいいな。これで終わっちゃうのかな？まあ、そうだよね。あっという間だった。ちょっとさ、枠変えずに、別ゲーやってもいいかな？ちょっとダウンロードしなきゃいけないんだけど。続きね、あやのちゃんっていうこのゲーム。ということは、タイトルを変えなきゃいけないな。ちょっと待ってね。トーキンゆかり&あやの。トントン。トーキンゆかり&トーキン。オッケー。ゲーム増やさなきゃ。ゆかり、あやの、
どこだ？これだね。OK。編集完了。わー、ナナシさん、お肉、ありがとうございます。今ね、このあやのちゃん、あ、間違えちゃった。なんかね、ゆかりちゃん、黒板の文字は綺麗に消えた。え？なんか隠し要素とかあるの？このゆかりちゃんっていうことをお話ししてました。もうね、多分一通り見終わっちゃったから、多分見終わっちゃったからね、ちょっと別の女子とお話ししたいなーって思って、ちょっと今ダウンロードしてるから待ってね。よかったらまだいてね。画面サイズ変わっちゃうかな。今日いろいろやりたいんだよね、できれば。ダウンロード中、処理落ちないといいけどな。トゥトゥトゥ。あ、でもこれ画面のサイズが変わっちゃうと困るんだよね。ちょっと開いてみなきゃわかんないから、ちょっと一旦ね、そういう操作が入るかもしれませんけど、よかったらなんかコメントしてください。みんな泳げるかどうか教えて、そしたら。テーマがプールだから、私プール苦手なんだよね。なんか、息継ぎができない、そう、息継ぎができなくてきついかな。あとなんか、もうなんか耳とか鼻とか水がこう入るっていうか、濡れるのがあんまり好きじゃなくてできないんだよね。ダウンロードできたかな、できてないかな。あ、できたっぽい。わー、ありがとう。ハート、ありがとうございます。VTuber のさくらソニアです。よかったら、広告とか、無料のギフトとか、いただけたら嬉しいです。イベント参加中です。サッカーが好きな方いらっしゃいませ。私もサッカー、まあ、プロしかわかんないけど、ちょっと見てました、最近まで。でも、ダソンの、ちょっと契約高くてやめちゃってからあんまり見れてないです、残念。ということで、一旦ね、一旦みんなゆかりちゃんとお別れの挨拶してもらっていいかな。一旦ゆかりちゃん、お家帰るからさ、いい？消えちゃうよ。はい、 OK？ いいかな、いいかな。じゃあ一旦ゆかりちゃん、ありがとうございました。はい、じゃあ次ね、別の女の子とお話ししていきましょう。今ね、女子呼び出し中で少々お待ちくださいね。美人も消えますよ。はい、ということで、次はね、あやのちゃんっていう女の子とおしゃべりしていきましょう。最初ちょっと音が大きいかもしれないので、お気をつけください。こっちで音下げればいいのか。できるかな。あ、今回も縦だね。できるかな。なんなんなん、できるかな。あやの、え、え、あれ？出てこない。そう。キャプチャーで出てこないんだけど。どうして？なんでだろう。なんでだ？あー、出てこないですね。もう一回開けようか。
なんで、どうして、なぜ。